この動画はペンテルのサインペンの全色を紹介します。皆さんこんにちは、ピンイスケです。今回紹介するのはこちらのペンテルのサインペンの全色を紹介していきたいと思います。少し前の動画でこちらなんですけども、その時に作った色見本と今回のサインペンの色も比較していきたいと思います。ということでペンテルのサインペンなんですが、これぞロングセラーという感じの製品で、通常店頭に置いてあるのは赤と青、黒の3色となっているんですが、その他にもですね、桃色、橙、黄色、緑、空色、合わせて8色展開となっています。ちなみに線の太さは目安として 0.8 ミリほどとなっています。一般的なボールペンと比べるとちょっと太めの筆跡となっています。それではノートを使って色見本を作っていきたいと思います。ということで、はじめに赤、桃色、橙、ちょっと見づらいかもしれないですが黄色、緑、空色、青、最後はロングセラー黒。はい、ということでこんな感じの結果になりました。途中空色のクシュクシュと黒は変な感じになってるのですが、ちょっと描くのに失敗してしまいました。それぞれアップで見ていきたいと思います。赤から始まりまして、黒、割とはっきりした感じの色味で 0.8 ミリという太さなんですが、意外と文字が潰れず、こちらは5ミリ方眼を使っているんですが、漢字も書けなくはないですね。さすがに橙のような細かい漢字になってしまうとちょっと文字が潰れてしまうんですが、それほど画数が多くない空、青などは問題なく書くことができていますので、非常に使い勝手がいいです。ちなみに裏抜け、裏写りは全く問題ないですね。それではこちらに昔の色見本帳ナンバー7を用意しましたので、無印のサインペンとの比較をしていきたいと思います。それでは無印スライドイン。はい、ということでこんな感じの違いになっていまして、ペンテルのサインペンについては割とはっきりした感じの色味で、無印の水性サインペンについては若干サイドが低めで中間色的な色が多い感じになっています。どちらがいいというわけではなくて、それぞれ非常に使い勝手が良さそうな色味なんですけども、最近流行りのくすみカラーの方が良ければ無印の水性サインペン、はっきりとした感じの色味がいいのであればペンテルのサインペンをお勧めします。ただ今見返してみると、ペンテルの方はパーポー系の色がないので、ちょっと変わった感じの色味が好きなのであれば無印の水性サインペンの方がおすすめです。ただペンテルのサインペンもロングセラー製品ということだけあって、非常に綺麗な発色をしていまして、特に橙なんかは綺麗なオレンジ色なので、この中で唯一赤シートで消すことができます。ちなみに赤はちょっと残ってますね。左がペンテルのサインペン、右が無印の水性サインペンなんですけども、パッと見の感じはですね、ペンテルのサインペンがツヤありに対し、無印の方はツヤ消しとなっていますので、この辺も好みが分かれる箇所だと思いました。はい、ということでこの動画は以上になります。これぞ東大元暮らしという感じなんですが、ペンテルのサインペンの全色をまだ紹介していなかったので動画を作ってみました。特に好きな色がですね、3番目の橙と6番目の空色なんですけども、コントラストが高めな色が好きな方はペンテルのサインペンを使ってみるとよろしいかと思います。一般的な文房具店については赤、青、黒のみの販売だったかと思いますので、その他の色が欲しい方はネットでの購入をお勧めします。ということでこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。